SF 級ローン、ドラマ、止めたい時間、アバウトタイム、放送終了を控え感想を明かす、幸せな思い出になるだろう、写真イコール FNC。エンターテインメント SF 級のローンが、テレビ N 月日ドラマ、止めたい時間、アバウトタイムの放送終了を控え、感想を伝えた。本日、9日、ローンは所属事務所を通じて、止めたい時間、アバウトタイムで美人という役を演じて、楽しく演技することができた。すべての瞬間がとても幸せでありがたい現場だった。とても良い方々と一緒に楽しく撮影したこの作品が、幸せな思い出になるだろう、と伝えた。続いて、最初に始める時にはとても緊張したが、現場で先輩たちがたくさん助けてくれ、教えてくれて無事に終えることができた。美人を魅力的に書いてくれた脚本家、美人をたくさん愛してくれた監督、いつも明るい笑顔で美人に愛情を送ってくれたすべてのスタッフの方々に感謝する。美人をたくさん愛してくれた視聴者の方々にも感謝し、良い姿を見せることができるように努力する、と、感謝の挨拶を伝えた。ローンは、止めたい時間、アバウトタイム、で、チェミカ、イ・ソンギヨン、のたった一人、の世間知らずな弟チェ美人役を演じ、安定的な演技力で視聴者たちの目を捉えた。彼は遊ぶことが大好きな男から、範囲によって変わっていくキャラクターを立体的に表現し、存在感をアピールした。止めたい時間、アバウトタイム、最終回は本日韓国で放送される。